もっとレイジシャドーバースグランドファイナルズを楽しもう。海老原優のデッキ紹介コーナー。このコーナーは現環境のシャドーバースのデッキを分かりやすく簡単にご紹介して、レイジグランドファイナルズをより楽しんでいただくためのコーナーです。これを見れば大会で活躍するデッキの基礎知識が手に入ること間違いなし。早速デッキ紹介の方に行ってみましょう。今回紹介するのは、大量スペルブーストで強力なフォロワーを展開&能力を引き出せ、ルーニー式神ウィッチです。このデッキのキーカードは決意の預言者ルーニー。このカードはスペルブーストの回数によって段階的に強力な効果を得ることができます。中でも相手リーダーに3ダメージ、さらに自分のリーダーを3回引く決意の預言者ルーニーを3枚手札に加える能力が非常に強力です。手札に加えた決意の預言者ルーニーをさらにスペルブーストして連打することで勝利を狙います。基本的なデッキの動きとしては、序盤低コストの知恵の光やマジックミサイルなどをプレイして、手札のローテーションとスペルブーストを進めていきます。また結束の魔術をプレイして、キーカードとなる決意の預言者ルーニーと陰陽の海賊クオンを手札に加えましょう。中盤相手の盤面は小さな優等生強化の進化時効果や領有激突、エクステントマジックなどで除去し、手札の枚数を調整することで、決意の預言者ルーニーから生まれる3枚のルーニーを溢れさせることなく手札に加えることができます。そして終盤スペルブーストしきった陰陽の海賊クオン、決意の預言者ルーニーをプレイ、相手の体力を一気に奪いましょう。10ターン目以降であればフューチャービジョンによる直接ダメージの効果も強力です。以上、ルーニー式神ウィッチの紹介でした。序盤から怒涛の攻撃、ドローを火力に変えて勝負を決めろ、バールヴァンパイアです。このデッキのキーカードは背徳の狂獣バール。背徳の狂獣は進化した時、自分のリーダーに自分がデッキからカードを加えるたび、ランダムな相手のフォロワー1体か相手のリーダーに1ダメージの効果を付与します。この効果を得た後、ドロー効果を持つカードをプレイすることで、そのままバーンダメージとして変換できるのが強力なカードです。もう1枚のキーカードバールは、元が3コスト以下のヴァンパイアフォロワーを3枚融合することで、手札が6枚になるまでドローすることができます。この効果に背徳の教授の効果が上乗せされると、カードをドローしながら相手フォロワーや相手リーダーにダメージを与えることができ、さらに6枚以上融合することで相手のフォロワー全体に6ダメージというすさまじい効果もあるので、後半に使えば攻防一体の効果を発揮することができます。基本的なデッキの動きとしては、序盤密約の吸血鬼、王位の悪魔、永久凍土のベヒーモスなどで手札を充実させます。中盤は背徳の登場をプレイして進化、相手の盤面に対してはヴァンパイアハンタールシウスや魅惑の強弁イオの進化時効果で対応しましょう。そして終盤背徳の狂獣とバールのコンボで相手に大ダメージを与え、とどめに鋭利な人先や紅のワルツによるバーンダメージ、失踪フォロワーの競争の戦士で相手リーダーの体力を削り切りましょう。以上、バールヴァンパイアのご紹介でした。ドラゴンお得意の PP ブーストからフォロワーを大量展開して勝利を目指せ、ディスカードドラゴンです。このデッキのキーカードは波頭のプレシオサウルス。このカードは自分のリーダーに自分が手札に捨てた時、ランダムな相手のフォロワー1体に2ダメージと相手のリーダーに1ダメージの効果を付与します。この効果を得た後は手札を捨てることで盤面除去をしながらダメージを稼いでいく戦法がすごく強力になっています。基本的なデッキの動きとしては、序盤竜の託戦やドラゴニックレイジから PP ブーストを最優先に狙っていきます。手札交換でも積極的にこの2枚を狙っていきましょう。 PP ブーストをした中盤、満を持して波頭のプレシオサウルスをプレイ。序盤で相手から受けたダメージは治癒のドラグーンや波頭のプレシオサウルスの効果で、自然カードを捨てるといった回復手段で挽回をしていきます。そして終盤ディスカードできるカードをどんどんプレイしていって、相手リーダーを攻撃していきます。体力が減ったところに疾走フォロワーのダークジェイルドラゴンでとどめを刺す動きが強力なデッキです。さらにアディショナルで追加されたエターナルホエールによる盤面の強化も強力になっていて、勝利を狙えるデッキとなっております。以上、ディスカードドラゴンの紹介でした。